受精後の哺乳動物卵子の卵活の最初の段階。図表の ZP は透明体。PGL は極体。A は2細胞器。B は4細胞器。C は8細胞器。D、E は双日廃棄。卵活は受精卵の細胞分裂のことである。発生の最初の段階にあたる。卵活は発生を始める卵細胞に見られる。 細胞分裂のことである。卵が割れるように見えることからこの名がある。まず、受精卵の表面にくびれが生じ、二つに分割される。さらにその二つが分割されてゆき、細胞の数が倍に増えてゆく。基本的には、体細胞分裂であるが、いくつかの点で特徴がある。なお、卵割が通常の細胞分裂より早く進行するのは、 そのための準備がなされているためである。通常の細胞分裂では、そのために必要なタンパク質を合成する必要があり、それに先立ってそのためのメッセンジャー RNA を合成しなければならず、それらは実際の細胞分裂に先立って行われる。しかし、卵活においてはそのためのメッセンジャー RNA が卵の成熟の間にメス親から与えられており、それを使って タンパク質合成が行われる。肺自体のゲノムからの転写が始まるのは、両生類では、後輩期中頃とされる。卵活が進んだ、受精卵は、核球の数が増加し、やがて双日肺から後輩となる。卵活の型は、動物群によって異なり、いくつかの型に分けられるが、重要なものは、卵黄の分布に起因する、卵活様式と、核球の位置に関係するものである。 全葛は卵が全体にかけて分割する様式である。部分割は卵が部分的に分割する様式である。受精卵内の卵黄の量と分布によって以下のように分類されている。卵黄は細胞分裂を妨げる働きがあるため、その量と分布は卵活の様式に影響を与える。卵葛によって生じる滑球の配置はほぼ決まっている。以下のような方が知られる。 いわゆる卵活用式は卵黄の量や配置との関係が強いと思われる。卵黄の量は分類群によってそれなりに決まっているが、むしろ灰や妖精の置かれる環境との関係が強い、適応的な形質である面が強い。例えば東欧卵はごく小さな妖精をプランクトンとして放出する、四方動物や極秘動物でも、耐性である、哺乳類でも見られ、 そのいずれでも等割である。また極端な単ランは、爬虫類や鳥類とともに、巨類でも見られ、いずれも万活である。したがって、これらの形質と系統との関係は、あまりない。他方、螺旋乱活は、軟体動物や関係動物に見られ、系統との結びつきが強いものと考えられている。螺旋乱活をする軟体動物や関係動物では、 卵の植物局側に極限形質という部分があり、卵活の際にはその部分が突き出して極用という形をとる例が多い。例えばツノガ貝類では、第一卵活の際、細胞がくびれる時にこの部分が大きく突き出し、まるで3細胞あるかのように見える。この突起は、細胞分裂が終了すると、片方の細胞に吸収され、そのために、滑球は大小に細胞となる。 第二卵活の際にも同様な現象が起きて、見かけでは5細胞あるような姿になった後、極波は一つの細胞に吸収される。このような現象は動物群によって第二卵活までのものも、さらに何回か繰り返すものもある。中胚葉を形成するのは極波を受け継いだ細胞のみであるなど、この部分には形態形成の上で重要な働きがある。 東中川ほか P43 市川 P161 から162ありがとうございます。